前田信輝の You Touch Happy。 さあ1月もねもう終わろうとしてるんですけど、はい、今この声が2024年の初声なんですよ、うん、そうなんですよね。だからもうちょっとね、はい、時差がありすぎだけど、はいはい、まあ、改めまして今年もよろしくお願いします、はい、お願いします。今年もよろしくお願いします感じなんですよ、はい、1月最後だけどね、はい、だから1月からいっぱいいろんなことあったじゃない、地震もあったし、はい、飛行機なんか飛行機もぶつかるしみたいなね、はい、でその中でね、はい、ユータッチハッピーなんだよって感じだったと思う。そう、全く触れなかった。当たり前なんですよ、触れられるはずもないんですが、うん、でまずまあ能登半島の地震なんですけど、はい、去年の夏ぐらいにね、うん、僕は あそこ行ったんですよ。え、能登半島温泉にも泊まって、はいはいはい、で日本プロシニアってゴルフの試合があるから、うん、10月だったかにあるんで、うん、まあ、シニアのプロのなんか練習ラウンドも含めて、うん、じゃあみんなで行こうよっつって行って、うんうん、でそこでゴルフして帰ってきたんですよ。ほうほうほう。で当然カナダの友達も、うん、みんな参加してね、はいはい、それがだからああいう風になるっていうのが、ね、まず衝撃でしたね。その通った道路もここ通ったとか。ああ、なるほどなるほどなるほど、うん、それで最初の一報っていうか、うん、まあ震災って全部そうなんですけど、うん、だんだんこう情報が入れば入るほど、うん、まあ、ひどくなっていくというか、はいはいはい、うん、映像とかもねちょっと悲惨な映像がね、そうなんですよね、飛び込んでくるというか。で中部始めてからも40年だから、はい、阪神・淡路大震災も、はい、直接いろんなニュースを飛び込んでくる中にも音楽もやってたし、うん、それから中越があって、うん、で東北があって、うん、で今回北陸の能登じゃないですか、うん、これはもはやなんていうの、一言ではなくて、はいはい、いつ起こりうるかわかんねえんだなっていうのをこう、うん、みんなそれぞれ思ってなきゃいけないし、北海道もあったよね。ありました。北海道も、まあ、熊本もありましたね。熊本もあった、はい。だからもうどこでも何が起こるかわからないから、うん、なんかで、いつも、まあ僕の印象っていうか、うん、なんか足りないの、いつも。その、足りない。最初の一週間とか。ああ、はいはいはい、うん。これだけいろんな、例えば募金したり、うん、いろんなこと、やらしてもらえることはやったりしてきたけど、うん、まずそのバーンと起こった時に分断されて、うん、まずその食べるもの、うん、まあ寒ければ着るもの防寒とか、うん、ないんですよね。ねえ、まあ流されちゃったり燃えちゃったりとかいろんな事情があるんだけど、うん、なんかこんだけ災害大国なのに、うん、なんか用意しとけないもんなのかなって。例えばこれが東京で起きたりしたらねえ、どうなっちゃうんだこれみたいな。でしょうね。うん。確かに。うちには乾パンとか用意したんだけどさ。うん、まあまあ、きっとご家庭にはそれぞれね、皆さんご用意されてる。非常食というか。はい。はある、家もあるでしょうし、うん。ただまあ、例えばね、今回のように、冬で、しかも道が一本しかなくて。ね、雪も降ってきてとか、うん、やっぱ防寒とか。で、なんか何かしてあげたいと思って、そのまあ民間の人たちが、うん、まあ近くにいる人たちもいるわけじゃないですか、被災してない人たちも。はいはい。で、そういう人たちがなんか持っていこうとすると、なんか渋滞しちゃってみたいなね。ねえ。で、緊急車両も通れないみたいな、ね、なんか。完全にこう、ね、分断された地区の方もいらっしゃったりとかもしましたしね。なんかね、その、ある意味のなんかリーダーシップじゃないけど、うんうんうん、もうこの場合はここの人とか、例えばその町だったら町の町長とか、はい、大統領レベルの権限を持つとか、うんうんうん、なんかしないと、ね、右往左往するのはその我々みたいな民間人になっちゃうからさ、はい、なんかその辺がなんで教訓を生かせないのかなっていう、まあ、いろんな事情あるんでしょうけど、うん、それが一番なんか感じたかな、うん、助ければ助けられた命がたくさんあったっていうのが、はい、いつもまあそういう風になっちゃうんだけどさ、うん、なんかないんですかね、それはなんかすごく考えたいなって思うんだけど、うんうんうん、あと全員がそういうムードになっちゃって、うん、で金沢にも友達たくさんいるんだけど、まあ、街中市内の人たち、うん、で事業やってる人たちもいっぱいいて、うん、で実際今になると街中は結構普及してるわけですよ、うん、いかんせん人がもう全然行かないっていう、あ、その余震が怖いとか、なるほど、まあ、なるほど、まあまあ、あとそんな大変な困ってる人たちがいるところになんか旅行や温泉なんか
行っちゃいけないんじゃないかとか、うん、まあね、自分のね気持ち的に行きづらいとか、そう、うん、あの東軍の時もそうでしたけど、はいはい、あの復興っていうのに向かうのにさ、うん、みんながみんなそうなんかこう触っちゃいけないものみたいになっちゃうと、うん、なんかそれもね石川県全体に影響しちゃうかな。そうですね、うんうん、でましてや富山とか新潟とかね、うん、知り合いいるんだけど、うん、結構あの被害受けてるんですよ。ああまあそちらその他の県もね。そう、はい、なんだけどあんまりなんかこぞってその被害がひどかったところにメディアは行くから、まあまあまあそうでしょう ね、うん、そういうなんか伝え方のあり方っていうか、うん、なんかそういうのもなんかこう不思議というか、うん、なんでこうなるのかなっていうのはすごく思うんだよね、うん、あと例えばそのキャスターとかさみんな行くんだけど、はいはいはい、なんか自分だけが持てる分だけ持っていくと、うん、それ失礼なんじゃないかみたいな人もいるわけですよ。夜なんか、うん、持っていようと思っちゃうわけだってないんだから。まあまあ。寝袋だったらね、2個自分の分ともう1個だけ持っていこうとか、うんうんうん、そういう優しささえもなんかこう、遠慮しなきゃいけないような空気っていうかさ。うんうん、なんかまあ、ほぼ1ヶ月弱経ったって感じですもんね。1日でしたからね。そうそう、うん、もう今日だいたい1ヶ月で、うん、あのだいたいその、被害状況がはっきりとこう見えてきて、うん、で、こっからこう、なんかこう、どうするかみたいなことになるわけじゃないですか。うんうん、で、多分、あの、おそらく、あの通りに戻す、同じですよね。あの通り戻すのか、うん、まあ、開発して、うん、違うものにすんのかみたいな協議がまた始まって、まあ、そうでしょうね。1年ぐらい経っちゃうのかな、みたいな。うん、何が正しいとかはまあね、俺たちには分かんないけど、うん、俺が好きだったのはあの風景が好き。ああ、なるほど、はい、うん。確かにいいとこですもんね。のどかな風景で、全然俺なんか他人なのに、うん、なんか、お帰りなさいみたいな空気で迎えてくれる、うん、暖かさ、ね。あの空気が好きだったんだけどな、っていうね。とにかく今もね、まあ、苦しんでる人たくさんいると思うんで、はい、一日でも早く。うん、元気を取り戻してもらいたいと思いますし、うん、あとはね、うん、やっぱり残された人たちっていうのはね、いろんなものを刻みながらやっぱり生き続けていくしかないと思うんでね、うん、少しでも元気になるようにこのラジオもね、下ネタをたくさんお送りしていきたいと思うんですけど、うん、下ネタは別に良くないですか。別に楽しい会話をすれば下ネタもあり。一番楽しいと思うよ、こう、なんか理屈抜きに。それは、ごめんなさい。それは、あなたが楽しいんだよ。ええー、まあ、でもね、皆さんと一緒にね、うん、共に進んでいければなと思いますので、明るく楽しくやっていきましょう。そうですね。じゃあ、今夜はこの曲から、チューブガクトで、さよならの代わりに。前田信輝の、You Touch。さあ続いて最初のハッピーメールですけど、はい、ハッピーネームなおこさんから、はい、前田さん杉本さんスタッフさんこんばんは。こんばんは。前田さんのハワイの X を拝見いたしました、うん、ハワイのゴルフソニーオープン戦お疲れ様でした。いや俺出たわけじゃないんだよ、うん、ハワイの青い空、青い海、ヤシの木、うん、前田さんのゴルフウェア、佇まい、うん、綺麗な風景、うん、トトのステージを見られたのですね、うん、お久しぶりのスティーブ・ルカサーさんとの再会、貴重なツーショット写真、ハワイでのお土産話を聞かせていただければ嬉しいです。これ全部書いてあるじゃん。いやいや、終わりそれで、うん、あるでしょ他に。他はね、はい、まあ、ちょっとあんま言えないんだけど、もう場所をいろいろ見ましたよ。場所？そうそうそう。観光地ってこと？違う。え、何？ライブやれそうな場所。ああ、うん、なるほど。いろいろ。なるほど。探ってきましたよ。あ、じゃあ、この辺かなとか。リサーチされてたってことですね。うん、そう。おぉ。あの、2000年にやったアロハスタジアムもちょっと見て、はい。もう、なんていうの、改修工事が始まってて、うんうん。俺、どれぐらいかかんだろうね、直すのに。相当かかんじゃないのかな。あ、まだ立て直すんのかな、真っ最中ってことですか、今。うん、これから。あ、これから、うん、うん。ああ。なんか、ああいうのもね、まあ、新しくなっちゃうと、なんか寂しいですよね。まあ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 ね。いつもなんか、あの、フリーウェイ通ると、おぉ、ここでやったんだ、と思ってたのがね、うん。え、もう外観から全部変わるんですか？そうみたいよ。へぇ、うん、改修っていうか、立て直しとか言ってたかな。へぇ、うん、ね。え、食べ物は？食べ物は、もう、なんだろう、毎日予約された店に行くだけなんで。まあ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 ね。うんうん、おぉ。で、まあ、ハワイだとね、あの、
天候というのも良いからなんかねそんなに良くなかったです。寒かったです。どっちかと例年より雨もあったね。へー、ちょうどそのいろんな会場見に行くときに雨でほうなんかどんよりした中いろんな会場見てほうほうほう、うん、あんまり外にも出ず雨だから、いやもう外なんで野外も見たから気持ちになりながら見てあでもねなかなかいい場所ありましたよ。あ、そうですか、うん、じゃあまあなんとなく候補地もなんとなく定まりつつあると。そう、ね、うんうん、そうで、スティーブ・ルカサーさんに最後に会ったのもハワイだったのよ。はいはい、おー、そうなんですね、うん、はいはいはい。その時もなんかトトのツアーかなんかで来てて、はいはいはい、で偶然ハワイで会ったんだけど、それ以来ほうお前いつもハワイだなって言われてあ、向こうからそのハワイの人みたいなハワイの人みたいになってね、日本のやつなんだけどハワイに住んでるみたいな。ほう、うん、ほう、そう。え、久しぶりに見たトトのライブはどうでしたか？相変わらずうめえなっていう人たちだったよ、ね。まあ、ほんとうめえな。まあ、うまいしか出てこないですね。確かにね、うん。なんか飲みながらやってたけど。あ、そうなんですか、うん。なんか酒やめたって聞いたんだけど、バンバン飲んでましたね。あ、そうですか。うん、おーなんか、そういう感じだった、ね。相変わらずでもうめえなっていう。あ、うん、なるほど。なんかアイコンタクトで違う方向に行くみたいな。へえ、かっこいい。うんうん。見たかったな。ね。はい。盛り上がってましたよ。おー、最後はやっぱりもうお決まりのパターンで、ロザーナからアフリカに行って終わるっていう。ああ、いいですね、うん、ヒット曲って大事だなと思ったねまあまあ、あれそれって80年代、80年代じゃないかな。80年代ですよね。うん、もうそのイントロがチャー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 って流れるだけでおーみたいなね。いいですね、トト楽しかったですよ。ちょっと声枯れちゃった、叫びすぎてこうなんか童心に戻ってますね。そうそう、一緒にせいって言われたからみんなで歌う、うん、楽しかったです。はあ、よかったですね。はい、で続いてはこちらのメール、はい、ハッピーネームつぐみさん、はい、前田さん、カッパさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。以前、うん、深夜に前田さんがつぶやかれたお言葉、うん、翌日の発表ありがとうございます。7月13日甲子園球場でのライブが9年ぶりに開催されるとのこと、はい、嬉しく思います、はい、5年ぶりの復活を喜んだあの日、まさかの中止になるなんて思いもせず、うん、コロナ禍で全ての行事が見送られ待ち続けた4年目の発表、正月休みの最終日、甲子園ライブ開催の発表に飛び上がり涙が出ました、うんうん、いつかいつか先送りにしていたわけではなく今だったのではないでしょうか。ありがとうございます。今から楽しみすぎて7月13日に照準合わせしてめちゃくちゃ仕事を頑張ります、うん、おー、暑そうだな。暑いだろうね。それで日程的にはその後に甲子園が始まるって感じだから、はい、高校野球、うん、暑いそうです ね、頑張ってください。暑いだろうね、うん、もう考えたくないですね、その温度は。あ、温度はね、うん、まあでも9年ぶりですか。そうね、もうやんないのかなと思ってたけどいやいやいや、9年ぶりか、そんな前なんだって感じはありますけど。そう、5年ぶりにやろうとしたら2020年か、うんうん、まあコロナってねダメになって。そうか、それでやっぱなんか阪神タイガースもね、久しぶりに日本一になって、あ、日本一になって昨年ね、うん、で甲子園が今年100周年記念、はあ、いや、なんかこう巡り巡ってきて今年なのかな。ほう、まあ確かにそういう感じはありますね。100年で26回目らしいんだけど。あ、俺はね、4分の1以上、4分の1以上やってるって。ほう、それも聞いたら、うん、すげえなって思って。すごいっす ね、それは、うん、4分の1ですからね、甲子園の100年の中で。俺も300年ぐらい経ってんだから、甲子園って。いやいやいや、まあ、でもまだ100年っていう感じは確かにあるから、ね、もっと続いてるような気もしますけど、うん、へえ、まあ楽しみですね、今からね。そうですね、久しぶりの甲子園は、うん、本当感無量になると思いますよね、うん、はい。さあ次は先週やったラジオドラマ、はい、ラジオドラマ、ね、ハッピーネームみかっぺさん、みかっぺさん、まえちゃん、かっぱさん、おこんばんは。おこんばんは。まえちゃんますます演技の腕を上げたんじゃないですか、うん、めちゃ違和感もなく俳優の皆さんの演技の中でもむっちゃしっくりきていましたよね。女神たちよそっとお休みは結構古いチューブの曲ですが、うん、これまた色褪せることなく今回のドラマのイメージにとてもマッチしていましたね。世の中完璧を求めてしまいがち、無理しがちな人って結構いるんじゃないかな。自分も当てはまるとこあります、うん、今回も夏尾さんのセリフに自分もなんか気が軽くなりました。
失敗や成功だけじゃない、大切なものがあるって。分かって言いながらも忘れがち。今更ですが、ラジオドラマで思い返すことができました。なんだかしんどいと感じながら、悶々とこなしていた今の仕事ですが、明日からはちょっと見方を変えて仕事に向き合えそう。いい方向に行く気がしてきました。今回のドラマになんか元気をもらいました。ありがとうございました。舞台をなんてお話ししていたけど、いいっすね。楽しみにしています。はあ、これはカッパ次第ですね。うん、カッパ次第カッパ次第ですよね。俺次第だからね、なんか好評だったんですね。僕はね、なんかちょっとイメージ分かりにくいなーっていう。何をおっしゃってる感じがしたんですよね、そのなんか。なんでその顔、うん、何その、あなた出番が少なかったからじゃないのわかんないけど、なんかちょっと分かんない感じが。登場人物が多すぎたのかな。でもいつもあんなもんですけどね。そっか、うん、あとカッパがないやかもやるから、なんか下手だね、あの変わるのが同じになっちゃってるから。じゃあ今度、じゃあ分かりました、次回やるときあなたじゃあ3役ぐらいやりますか。それはダメ、俺はもう主役だから。いやいやいや、そうなの。そうそうそう。あ、そうなの。あのカッパの何役かがちょっといまいちだったな、なんか。あれ？あ、そう。俺別にの、うん、さっき出た人だな、この人、みたいな。あの、農業やってらっしゃる方と、うん、あの、キサレのマスターと、お父さん役でしょ、うん、この人がもう、なんか、同じ職業の人に感じちゃったから。ちょっといや、そこは声で出せと。うん、そこはちゃんと演技やってくれよと。うん、え、でもやってみてどうだったんですか？久しぶりのラジオドラマでしたけど、あなたは。まあ、感想としては楽勝。セリフが少なかったんで。あ、でも、あ、そうかそうか。楽勝の湖でしたよ。何今の面白いとこなの。ちょっと、あの、みんなが、俺と目を背けたんだけど、スタッフが。なんで言わない。もう一回言って。楽勝の湖でしたよ。楽勝の湖ということだったそうでございます。で、次回は、あのね、また前田さんのね。そうそう。で、やっぱりその、まあ、舞台っていうよりも、うん、舞台じゃダメだもんな。やっぱり、ラジオドラマだから、うん、ライブなんだけど、姿見えないみたいな。うん、どういうこと？どういうこと？え、舞台誰もいないってこと？そうそうそう。どういうこと？さ、なんか考えたいな。それ、泥棒みたいなことじゃないですか。いないって、うん。出てこいよってやってんだったらってなるじゃないですか、それは。でもなんかそれが映像だったりさ。だったら映像でいいじゃん。集める必要なくないそれ。だから、うん、まあまあまあ。なんかでも普通になんか舞台やっててもつまんないなと思って。じゃあ、あの、前田さんとまあいろいろまた、ね。よくあの、俺も本当行かないけど、うん、たまにあの、どうしてもって言われて、はい、あの、見に行く時あるんだけどさ。え、何を？舞台を。で、結構、本格的って言っちゃ失礼だけど、なんか、文学的な舞台が多いから。うん、まあまあまあ、演劇はそういう方向。寝ちまうんだよね。寝ちまうんだよ、俺は。お前、ふざけんじゃねえよ。見ろよ。それで、隣の人に、こうやって起こされて。ああ、ああ、ああ。で、また見るんだけど、また寝ちまうんだよな。あれ、なんだろう、あの暗さといい。すげえ寝れるのよ。あの、もっとエンタメなものもあるわけですよ。なんかもう、音がバンバンバンじゃなくて、もうセリフが、コンコンとこう、なんかね。すげえ見てんだよ。すげえ見てんのに、なんかスッと眠くなっちゃうっていう。ああ、うん、俺も。じゃあ、今度俺がやる舞台、こう、招待しますから来てくださいよ。え？やってんの舞台？やってますよ。今年もやりますけど、来てね、じゃあ。一回ぐらいは。デパートの屋上とかでやってあのね、そんな営業最近ねえわ。どのアーティストでもお笑いさんでも。なかなかない。屋上か、屋上。なかなかない。まず、屋上がない。なるほどね。はい、わかりました。気が向いたら行かせていただきたいと思います。はい、で最後はこちらのメール。はい、ハッピーネームエミさん。はい、前田さん、カッパさん、こんばんは。こんばんは。私事で恐縮ですが、はい、2月5日月曜日に耳の手術をします、はい。あ、来週か。生まれつき片方の耳が聞こえず、うん、聞こえる方の耳を頼りに過ごしてきましたが、うん、限界になり、うん、人工的に聞こえるように手術をします。なるほど。手術後も、聞こえるまでどれぐらいかかるかわからないため、うん、しばらくの間ゆうたちハッピーもお預けです、うん、ライブでは、うん、ライブで音は聞こえても、うん、聞き取れないことが多々あり、うん、何の歌かかわからないこともありました、うん、そんな時助けてくれたのがチューブファンの友達です、うん、2年前の横浜スタジアムの時、うん、会場スタッフの方にライブ中画面を暗くしてスマホを見ることの許可をいただき、うん、
友達が曲名をスマホに送ってくれることで、うん、みんなと同じように楽しむことができました。なるほど。ライブ後は嬉しくてしゃくり上げるほど泣きました。おお、ということで今日は友達が大好きな歌パラディスをリクエストします。なるほど。なかなか会場のスタッフも優しいというか、優しいじゃないですか、息というか。横浜スタジアムにそんな優しいスタッフがいたんだ。いますいます、いっぱいいますよ。うん、ね、それはもちろんちゃんとしていただいてますんでね。ちょうど1週間後なのでね、あの、ね、そうですね。でこれなんか人工的にだからなんか、うん、まあ何か入れるとかそういうことなんですかね。うん、ちょっとでも良くなるといいよね、そういうので。そうですね。なんかね、うんうん。聞こえないっていうのはね、確かに大変なことですからね。ね、ちょっとでもこう、回復することを願ってますよ。はい。うん。それじゃあ、友達が好きな曲なのかな、これ。そうみたいですね。助けてくれたお友達なのかも。そうだね。はい。エミさんの、シュートモですね。シュートモが好きな曲を聴いていただきたいと思います。パラディーソ。幸せでもあなたの腕に抱かれたい、罪と罰を受けてでもパラディーゾ。出口の見えない迷宮に落ちてゆく神様のいたずらが何もかも狂わせたの。出会わなければよかったと恨んでももう戻れない茨道。この涙枯れ葉悲しみのカンツォーレ、絆みれアンボレ、誤りの情熱でもあなたといつかたどり着く夢見てやまぬ心はバンビーノ。日焼けの跡隠すように愛し合う火傷した運命が泣き出しそうな夕立。楽しそうに手をつなぎ歩いてる恋人たち、当たり前そんな日を願ってる。悲しみのカンツォーレ、絆ミレアモーレ、誤りの情熱でもいつかたどり着く夢見てやまぬ心はバンビーノ。まだまだ1月言いたいことあったんだけど、なんか時間がいっぱいですか。いやいや、江ノ島神社行ったこととかさ。え、何？江ノ島神社にさ行ったこととかさ。あ、じゃあ来週喋るそれ。うちのおふくろのデイジの誕生日食事会めっちゃ面白かったのよ。それまあちょっとすっげー面白かったのよ。次回にしましょうよ、それ。ね、ぜひ、はい、で来週そういう話しましょうかね。はい、うん、さあこの番組ではさまざまなコーナーへの皆様からのメールをお待ちしております。前田さんに褒められたい、もしくは叱られたい、うん、まさかの一言、エロくないのにエロく聞こえる言葉、はい、誰かに送りたいチューブの曲、うん、などとにかく何でも結構でございます、はい、皆様からのメールをお待ちしております、はい、ハッピーメールのアドレスは、うん、チューブアットマーク前田のぶてる .com、 チューブアットマーク前田のぶてる .com です。お相手は前田のぶてるでした。あなたの腕に抱かれたい、罪と罰を受けてでもパラディーズ。